はい、こんにちは、タンメン、くまちゃんです。そして、今日はね、ゲストにお越しいただいてます。ひろしさんです。ひろしです。ひろしさんは、前ね、一緒に動画を撮ったことがありまして、この動画なんですけど、このね、中国と日本の小学校の違いについて語った動画なんですけど、結構ね、いろんな方に見てもらえたので、ちょっと今日はね、第2弾をね、皆さんにお届けしたいと思います。まだまだあるんですよ。そう、1個目が言っていいかな。はい。私、日本の小学校に来てから日本の小学校の先生すごいなって思ったのが、一人で何教科も担当するよね。あ、確かに。私が日本に来た時は、その担任の先生が多分体育の先生だったのかな、なんですけど、国語、数学、普通に社会とか全部やって出たね。英語はさすがに別の先生だったんですけど、だけど中国だと一科目一人じゃない、結構早いうちからその専門性をつけていくのかな。もう算数とかない、いきなり数学。確かに算数って日本に来て初めて知った、数学と何が違うんだろうって思って、その時は中国は小学生の時から全部数学って呼んでるよね。そうなんかね、だから日本の先生、特に小学校の先生はね、本当にスーパーマンだなと思って。一人で何でもやるもんね。確かに。なんか中国だったら絶対ね、起きても一人2科目ぐらいじゃないかな、小学生の時。そうだね。で、あと担任の先生になる先生がね、国語の先生ばっかなんだよね。それもう覚えてない？覚えてないですなんか私の学校は国語の先生が担任になることよくて、で、しかも国語の先生ってなんか権限強いんだよ。そうなの。なんかね、何かとこう言うことをみんな聞いてくれたりとか。担当の先生はどの先生だったの？担任の先生は国語だったかもしれない学校が終わると家の前に迎えに来る保護者がいっぱいいて、で、基本的に送り迎えをするっていうのが一般的だったのかな、中国では。確か日本って普通に自分一人で歩いて帰ってたね、し、小学校1、2年生も普通にそうしてる気がする。集団下校はそんななかったよね。そんななかった、なんか不審者が出ると集団下校はあったけど、それ以外の時は基本一人だったよね。だけど中国は確かにね、私もおばあちゃんがね、よく迎えに来てくれてた。夕方になるとさ、校門の近くさ、人だかりがすごいよね。まあ、幼いからね。小学生だから中、多分、危ない人が、不審者がいるかもしれないし、中国は結構その人さらいとか、人さらい問題もまだ残ってる。そういう問題もね、場所によっては、地域によってはあるからね。今はもうないのかもしれない。なんか今は監視カメラがすごいから。そうだね、監視カメラどこに行ってもあるよね。あるから、もう泥棒がいなくなった噂があるんだけど都市部で、いや、それでもやっぱりね、迎えに来るっていうのは全然あると思う。心配だからね、交通事故とかもあるし、中国交通量も多いからね。そうで、あと一つがね、中国の小学校では鉛筆使いません。万年筆しか使わないです。僕はなんか低学年、最初は鉛筆使わされたけど、後からいつか万年筆、2年生ぐらいになってからかな。1年生の時しか鉛筆使ってない。そう私もね、もしかしたら1年生の時はちょっと使ったかもしれないけど、自分の記憶が残ってる限りはもう万年筆使ってた。ずっとガンピって言って、で、インク黒いの買って、毎回ね、インクつけながらね。何なんだろうね、あれ。なんでガンピなんだろう。日本に来てから鉛筆久しぶりに持って。でも鉛筆いいよね、だって書き間違えてもさ、消しゴムで刺さって消せて。だから中国、ガンピの方はエコなんじゃない、やっぱり。あー、そっか、インクがあればってことか。があればもう永遠に使えるから。でも私よく書き間違えしてたから。あー、確かに超大変だった。で、しかも書き間違えるとガンピだともうバッテンして上に書くしかないじゃん。超かっこ悪いじゃん。だから結構宿題とかで作文とか出されて、せっかくいい感じの文章書いてたのに、途中で漢字1個間違えて書き直すみたいなこと結構あったね。確かに。めちゃめちゃあった。
習字勉強してる子多いよね。多い多い。なんか絶対に習い事をやるときに、私の経験だと習字か絵画をオファーってやつかダンス。中国の水墨画ね。そう、水墨画もオファー私もやってたし、あとは人によってはその中国の楽器とかね。2個。あ、二胡。はい。琵琶。で、はい。古筝。そうだ。結構。チャイニーズな音出てくる。日本だったら多分楽器ってなったらまずピアノでしょ、うん、中国はニコとかゴージェンとかね。まあまあまあ、そうだね。そう、そこがなんか面白いね。やっぱ伝統的なものを好きなんだなって思って。結構あの日本での中国人界隈でも、うん、その絵とか、うんうん、ダンスとか、うん、やってる人多いよね。ささやか、僕の周りではささやかな部分。やっぱね、そういうのはね人気なんですよ、多分中国人には。そうそう、みんな絵描いてる気がする、うん。あとはね、うん、まあ小学校じゃないんだけど、その大学とかに留学するために英語勉強するんだけど、うんうん、その TOEFL の点数とか GRE っていう、なんか大学院、アメリカの大学院を受けるための点数とかがめちゃくちゃ高い。あ、その中国人の点数が。そう、TOEFL とかも満点近い人続出で、そんなに取ってる。アメリカ人よりも高いんじゃないかっていうぐらい取ってる。でもね、確かにね、あのね、うん、それ多分中国の小学生の時からね、教育がすごいからだと思う、英語の、うん、だって私、まあ、小3で日本に来たんですけど、日本の小学校を卒業してからね、半年だけ中国の学校に戻ったのよ、うん、そこで向こうの小学校6年生の内容を半年やったんだけど、もう英語が難しすぎて、うん、こんなの一回も習ったことないって思うようなものばっかりで、うん、だからね、やっぱね、小学生のうちから英語のね、レベルがどんどん進んじゃってると思う、うん、で、確か小学生の時はね、英語の授業はうちのところは週1だったの、日本の小学校、うん、けど向こうの学校は週2か週3で英語は入ってきてたな、うんうん、だから日本に来たらば、日本語覚えたらもうトライリンガルな人ばっかり。そうだよね。おいおい。あ、なんか確か日本にいる中国人は日、英、中全部できる人多い気がする、うん。塾も小学生のうちからいろんな塾があるよね。そういろんな塾があるし、そう、なんかね、もう塾だけじゃない、もう学校の中でさえ補習、あ、補習ね、補習っていうのが小学校の多分中学年か高学年ぐらいになると夜中の9時まで全然ある。うん、あるあるある。で、面白いのが、そのまず、まあ、4、5時ぐらいに授業が終わります。終わった時にお母さんが迎えに来るんじゃなくて、ご飯を届けに来るの。ご飯届けに来て、で、子供はその学校でご飯食べながらちょっとね、復習をして、で、また6時、7時とかから9時までなんか夜の復習っていうの、補習があって、で、そっからまたね、家に帰ってからさらに宿題があるんですよ。その私は中国にいる時まだ小3小4までしかいたことなかったけど、もうそれでも夜中12時ぐらいに寝てたね。そんなにやってた。そんなにやってた。え、やってなかった。あ、そこまではやってなかった。何時ぐらいまでだった。10時ぐらい寝てた気がするけど、ね、早っ。やっぱここでね、あの容量の違いが多分出てる。あの容量のいい人は早く寝れるけど、私は本当にバカだったし、そう、勉強がその時じゃなかったんで、すごい大変でした。僕がサボってたからだと思う。いやいやいや。それか塾にあの先発クラスに選ばれてなかったっていう。先発クラスとかあるの？そう、やっぱり補習を受けるためにも、だからテストの成績がいい人だけが補習受けられる。あんまり悪すぎると、あの補習を受けるチャンスもなくなるから、ね、そもそも受けれないの？そもそも受けられない。補習って成績が悪い人のためにやるイメージあるけどね、日本だったら。ああ、そうだよね。日本はそのこぼれ落ちてしまいそうな人たちを救い上げるようなやり方だよね。いいことだと思う、いいことだと思うんだけど、うん、あの、そう、ちょっとそこら辺の逆かもしれない。そうだよね、ちょっと違うね。でもその補習はね、限られた人しか受けないというのは結構初耳かも。うちの学校は一応みんな受けれた。あ、けどついてけるかどうかはその人次第だけどね。人多いからね。そう、多いの。一クラスがさ、一クラス60人で8クラスもあったからね。そんなにいた？そんなにいた。うちの学校40何人か50人かな、一クラスで。40何人かな。特養でしょ、特養。特養とやん、スーシャンとやん。ちょっと地方都市スーシャンとやん、4000。ディスられてる、どうしよう、どこだっけ。僕はシーアン。シーアン一応。
まあ確かに試合に旧大都市だな。そうだね。え、普通に4クラスか5クラスまでしかなかった、うん、それが普通だと思ってたけど、トクヨって東京で行ったらば、うん、もう前橋ぐらいにあるでしょ。前橋って前は東京じゃないんだけどあの関東周辺で行ったのひどいでさ、その英語がさレベル進んでるのもそうなんだけど、私が一番感じたのは数学の進むスピードがすごい速い、うん、小学生なのに結構難しい数学があるんだよね、はいはい、うん、っていうのも私日本に来た時にまだその時小3だったのかな、でなんか100マス計算とかあったんですよ、うん、それであの先生が毎回タイムを測るのね、誰が一番早く終わるのかタイムを測るんだけど、それで私はいっつも一番だったの、うん、もう3年生と4年生の間は負けなし負けなし負けなし全部一番だったの。すごい。それでめちゃめちゃ中国の数学って進んでたんだなって気づいて、でもなんかそう自分は数学できると思ってたんだけど、もうだんだん日本の数学に馴染んじゃって、小学校5年生ぐらいになるともう急に苦手意識が芽生えてきたね。早かったね、凡人になったのあ、うちでもあれがあったよ、数学1、2年からオリンピック、数学オリンピッククラスあって。え、何それ。数学のなんか国際大会で数オリみたいなのがあるんだけど、そのクラスに入れる人は数学が得意な人だけ。結構得意だ。数折りってめちゃくちゃ難しいんだよね。日本だったら、うん、日本でもそういうなんかトップ校か、うん、改正とか灘とかあると思うんだけど、うんうん、普通のジェネラルな小学校でもそういうクラスがあって、もうとりあえず1、2年から数折り目指しましょうみたいなことやってたよ、ね、もうエリートコースを行こうっていう、うん、あ、僕は入ってなかったけどいや、難しそうだよね。違うね、もう中国力の入れ具合が、ああ、そう、理系はすごい力入れてる入れてるよね、うん、まあ、て感じでね、結構中国と日本の小学校、まあ、ほんとつつけばつつくほどいろいろ出てくるんですよね、うん、ってことで、今日は中国と日本の小学校の違い第2弾をね、ヒロさんと一緒に語ってみました。皆さんいかがだったでしょうか。もしね、ちょっと面白いなって思ったらね、高評価とかチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ヒロさんとはね、この後また違うテーマについて語るのでぜひ別の動画もね楽しみに待っててください。じゃあまたお会いしましょう。我们下次再见、バイバイ。